おります。みんな。で、下からレバーをパカッて開けてあげる感じ。みんな乗ってるね。はい。ほっ。え、君なんかサボってた君。なんでそこに君いるの？はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。トニーとジェイのトニーです。今回もですね、ライブ中に発見した小ネタをまとめてみました。で、最後にはね、ちょっと簡単なね、考察もしてるんで、もしよかったら最後まで見ていてください。それでは、早速見ていきましょう。レッツゴー！今回も小ネタ探ししていきます。リトルナイトメア1キッド編でゲーム実況楽しい。はい、このノームとね、はい、ここですね。ノームを発見しなきゃいけないこの部屋、みんな覚えてると思うけど、この木箱の中にはこう靴がたくさん入ってるんですね、これ。はい、皆さんこれよく見てないでしょ。ここ靴入ってるんです、ここにね。さらにこの押さないでノーム押さないでした。それ降りれなくなるからこのボックスの上に登ると、なんとあのぬいぐるみがいます。謎のぬいぐるみ、これは一体何のぬいぐるみでしょうか。何を示唆しているのでしょうか。はい、考察部隊頑張って考察お願いします。で、ある程度考察できたら、それをネタに私が動画あげます。え、ここ開けない、開けないの、そこ。え、ちょっと待って、そこって開けれなかったっけ。そこ開かずの扉だったっけ、そこ。え、なになになに、え、なに、え、なに、なんかブルブルしてるけど、なに。え、ノーム中に入ったんじゃない、これ。待って、ああ、ノームが挟まってたのね、扉のところに。あのノーム目ついてんな。どっから撮った？何してる？人形を作って上に置く、そんな仕草したっけ。ちょっと待ってね、おびき寄せておいて。このノーム見たい。あ、これパクれるんだ、これパクれるんだこれパクれたんか。これ当てたら気づく、この人。当ててみる。おら、あ、気づいた。この下何？どうなってる？この扉の下は何もないね。降りるか。はいはいはい、こんな感じやったね。どこに行くのが正解だったっけ。おぼ、うなに、え、なに、なに、え、そんなこと起きたっけ。え、なに、え、ノーム食われてる。え、これノーム、これノームの頭？これ何？これなんなん？これノーム？ぬいぐるみ？どっち？わかんないこれ。探索しっかりしていこう。ん？あ、この部屋、え？あ、なんか落書き書かれてるぞ、みんなこれ見て。これみんな知ってた、ここほら。見にくいですね。これちょっと動画編集してじっくりここ見えるようにしとこう。これ何の絵？わからぬ。ちょっとちゃんと見よう。周りも見よう、ちゃんとね。この椅子ってどんな椅子？この椅子なんかあのシンマンのやつと形似てるって思ったけど、気のせいですか？関係ないか？さすがに関係ないか？ぬいぐるみと、そこにも絵が描かれてまして、で、このぬいぐるみたちが映像を見てます。これ持てないんだね、このモンキーたちは。まあ一旦押しときましょうか。これ
でそこにも絵がたくさんあるけれど見えないですね。ダメだ、見えないわ。何の絵なのかなこれ。この上登ってみようか。この上登ったらなんかある？ちょっと登ってみよう。ほい、引きまして、ドン。この中に、この中覗きましょうか。え、いない。ノームが、え、ノームが消えてる。ノームが消えてるんだが、ちょっと待って。ノームこの中に入ったのに消えてる。後で取れる。あー、後で取れるね。あー、ありがとうございます。はい、でノームがまた降ります。で、すぐ捕まえる。もうすぐ。かわいいね。はい、はい、ちょっとちょっとちょっと、挟まれる挟まれる。上にも絵が描かれてるね。で、これ開けてないから、よし、オッケー。君に会えたらいいのになっていう実績を解除しました。君に会えたらいいのになんて実績。そしてこの絵は一体なんだ。いつもの目だな、いつものやつやな。これは見たことあるな、両方とも。これなんだ、下になんか落ちてる。ちょっと待って、下に、下にも絵が隠されてた。あー、なにこれ。あー、ぐちゃぐちゃのあのわけわからん絵だ。わけわからん絵やな。この辺にもなんか隠されてない。あ、ちゃんとキャップ残ってるんだ、ボトルのキャップ。はい、行こう。はい、みんなで行こう。はい、みんなで行こう。はいはい。じゃあもう一匹は、もう一匹は、そこで引っかかる。引っかかるから、ほんとにもう。で、下からレバーをパカッて開けてあげる感じ。みんな乗ってるね。はい、ほっ。え、君なんかサボってサボってた。君なんでそこに君いるの。はい、これでみんな、みんなと一緒に、はい、行きましょう。ちょ、一人サボってるんですけど。はい、動きましたね。で、ここにサボっているノームはちょっとお仕置きですね、この子はね。あれ、止まった止まった。え、なんで止まった。え、なんで止まった。誰かサボってるってことこれ。え、ちょっと待って。あ、君がサボったから止まった。ちょっとこの子連れて行きましょう。これダメだ、この子がいなくなったから。動く？一匹連れてきたから動くはずやけど。ちょっと待って、ちょっと待って、動かんくなってるやんか。ノーム一匹連れて行きたいな。連れて行けないかな。ノーム連れてこれたら嬉しいな。ポンポンポーンと降りることがもしできれば上に持ってこれるはず。トニーならできる。ちょっとここにワープポイント設置しまして、で、ここ降ります、降ります。ちょっと待って、違う違う、うまいよ。降りて死ぬ、死んでいく。ちょっと待って、でも降りれそうだ。降ります、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 降ります。みんな、みんな降りてこれたぜ。そしてノームを捕まえてワープ、連れてこれた。みんな、ノームちゃんをここに連れてこる。じゃあ一緒に行きましょう。どうなる、どうなる、この先ノームと一緒にいたらどうなる。実験だこれ、どっかで使えるだろう。あ、ノームそこにもいるわね、可愛いわね。ちょっとノーム増やしてし、はい、見ました。はい、今回ノーム増やしてみました。よいしょ。あ、登れない、そこ、そこ登れない感じになってる。え、の、登って、じゃあここにこうしておいて、こうしてこう、はい。ノームと共にですね、はいはい。はい、連れ去りました。え消えた、え消えた、え、ノーム
ームが消えた。嘘。でこれ影がね子供たちになってるってわけですよね。これねこの世界でやられた子供たちの精霊なのかな、ノームって。絵が描かれてるぞ。これなんだ、これ何の絵だ。シンマンの絵っぽいぞ。これなんだ、この家族。ノームが描いた絵ってことが判明した。これ家族の絵が描かれてるやん。これこの角度やったら見やすい。これノームが描いたってわけやな。あの子供の頃の記憶が少し残っててこれを描いたって感じか。ノームがお母さんと兄弟みたいな、そういうことやな。これここにあるってことは完全にノームたちの記憶のメモだ。ノームたちの記憶のメモがこのリトルナイトメア1の世界のあちこちに散らばめられてたってことでいいんだね。やけどね、この6の絵は誰が描いたの。これ6の絵がここに描いてるってことは何。それでいくとなんかベリーリトルナイトメアとか関係してくる。これもしかして、まさかのベリーリトルナイトメアの一人がこの中にいるんじゃね。これもしかしてその感じの考察でいくならば、あの頃の主人公が混ざってるんだって。で私はレインコート着てたんだよを示唆してるんだここで、多分きっとな、知らんけど、その感じの考察がなんかいい。素敵な考察、素敵というか切なくて素敵。これ皆さんあれしますか、中に入るよ。はっ、中にはい、彼女の顔をちょっと見ましょうね最後にね。これほら彼女の美しいお顔。はい、エレベーターの中に入りまして、あ上向いてて終わっちゃったな。ということで一旦ちょっと今回この辺で終わりましょうね。これここキリいいからな。